んできたぞ。そんな、それだとはつまらん。なあ、ドラゴン神のメリオダス。まさか、七つの大罪の団長の。まさか、拳一つで星の鎧を打ち砕くとは。見事。とでも言うと思うか、バカめ。邪魔になるだけです。一枚にすりん、わしの真の鎧は離れに勝るこの肉体。さあどうする。おお、しょうがねえ。お前は俺の大切なもんを傷つけた。それがお前の罪だぜ。聖騎士様、一撃で。本物だ、本物の七つの大罪だ。いやー、本当にこの塔なのか。間違いないよ。僕を前にして嘘をつけるような兵士には見えなかったもん。そっか。しかし物の見事にも抜けの殻だな。聖騎士吹っ飛ばしたのがよっぽど答えたんだろう。しょぼい連中だぜ。医者の娘、間違いない。連れて行くぞ。リュックにもう一人入るか。うん、大丈夫。大丈夫か。うん、気絶してるだけ。ボン。あ、団長。再会早々、何この雰囲気。なんかヤバい予感が。正解、僕の後ろに隠れた方がいいよ。バーン！団長！なんだ、むちゃくちゃ仲いいじゃんかよ。うん、団長！団長もほら！
ていいよ。しっかりなまってると思ったら元気そうだな。レディーゴー。 なんだ昔からあの二人ってこんな感じなんだ。どんな感じだよ。あと男と子供だよね。団長との戦績は720戦中俺の361勝だよな。お前寝ぼけてんな。俺が361勝だ。中に入ったようです。いかがしますか、ゴルギウスさん。さすがと言っておきましょう。だがその強さはあなたたち自身が苦しみもだえる死を招いてしまった。それは呪言の玉。これは英王封印術。タイラントドラゴン10体をもってしても破壊不能の強力な隔離魔法衝撃。7つの大罪はこの閉ざされた檻の中で朽ち果てるのみ。
いただくぜ。邪魔になるだけです。いやはあ、待ってろ、すぐ作ってやるからよ。世の中ギブアンドテイク。よし、ヘヘ。